おはよう、こんにちは、こんばんは、いつ見てるかわからないから挨拶全部トミックです。今回の動画はね、まあちょっとね、結構ね、グロいかもしれないから、まあ、見たくない人は高評価だけ押してね。今回はね、お料理シリーズ、こいつを使ってね、こんな感じです。うわー、いやもう顔とかグロ。これをね、調理したいと思う。とりあえずね、分解したいと思うお肉を、お肉を分解します。だってお尻のところからかな。やっぱ骨が邪魔をするね。骨を邪魔をしてね、切れないな。裏返す、結構グロいんだよね。だから骨だよね、骨だな。口から出てるなんか血みたいなのがやばい。これ舌がさ出ちゃってるからさ。ああでもなんだろう、足から切った方がいいかもしんない。チキン、ああほら抜けた。足がさ、鶏のほら胸肉みたいになったっしょ。こんな感じで調理していこう。足がね2つ抜けました。こっちの部分はセカンドチャンネルで調理していこう。ほら舌が、ほらベロが出てるでしょ。まずは油に敷いたフライパンにこれをね入れていきます。はいよ。いやー、うまそう。いい感じに焼けたら、うわー、鶏肉見て。で、ちょっとここにブラックペッパーをまぶしてあげる。こんな感じっすね。今日の晩ご飯です。いただきます。鶏肉だね、味は。なんか鶏肉臭いぞ。本当に鶏の味。ローストチキン食ってる感じだな。クリスマスとかでこれ出されても絶対わかんない。残ったうさぎ肉はセカンドチャンネルで調理していきたいと思います。意外に、っていうか普通にうまい。バラエティン最初のインパクトは強力だけどもね、本当にこれうまいから、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンお願いします。パソコンの方は下のチャンネル登録ボタンをクリックしてね。